写真拡大。第57回京都牝馬 SG3 2月19日阪神競馬場芝 1400m 両小雨が落ちる阪神で開催されたフルゲートの牝場の岩田蓬莱騎手は98回目の重賞挑戦で初タイトル奪取。辻野康幸厩舎7ポイント8時計1分19秒7した。半馬審査の2着は1番人気のスカイグルーヴ、クリストフルメール騎手。そこから1馬審査の3着には外から迫った2番人気のタンタラス、川田勝雅騎手が続いた。